はい、どうもです。今回はこの銃の DSG を入れてみる解説動画3回目になります。3回目、今回はタペットプレートの調整をやっていこうと思います。タペットプレートの調整は本当沼なんで、慣れるまではひたすらそのトライアンドエラーを繰り返してやっていかないといけないんで、まあ何回も失敗すると思うんですけど、まあ、この動画を参考になるかわかんないですけど、まあ、ちょっと見てもらって何か得られるものがあればいいと思います。それでは本編いってみましょう。どうぞ。はい、次はタペットプレートの調整をやっていきます。基本はできるだけ引き始めのタイミングは遅くして、で、できるだけ最後体の位置で保持をして、なるべく短時間でストンとノズルを元に戻してあげたいという方針が基本になります。なんですけど、あれをやるとこれがダメになって、これをやるとあれがダメになってっていう負のスパイラルに陥るんで、なかなか難しい。一応まず後ろの位置を調整しないと。今回サイクル、目標サイクルがマックス50、まあ多分45ぐらいに落ち着くと思うんで、バッテリー次第ですけど、まあ20とか30だったらこの最後の1枚が真上に来たタイミングで、これがタペットがまあ前進してればいいかなぐらいの位置関係で作るんですけど、多分それだと間に合わない。今回はちょっと早いんで、ちょっと早めに、まあ、タペットが戻るぐらいの位置関係でを狙ってきます。ちょっと刃物を使うんで一旦置きます。これだとダメだから、まあこの辺、まあ、この辺くらいで、に収めたい。じゃあ最後リリースされて戻る位置がマークで、じゃあこの辺かな。マークじゃあこの辺にしましょう。で、毛が気をつけてあげます。で、これを。あんまりまっすぐストンっていくと弾道が荒れるんで、気持ち気持ち、これに対して、あ、ちょ、まっすぐ線が引けない。気持ち、これに対してなだらかになるように、とりあえずもう最後の位置は決まったんで、最後の位置は決まってるんで、もうこれは落としちゃいます。
だいたいこんなもんかな。はい。でこれがちょっと角張ってるんで、ちょっとここを滑らかにして、であとはこの引きのタイミングが早すぎるんで、こんなとこでぶつかっちゃってるんで、これだとリリースした時ピストンがリリースしましたでも、もうすぐ引き始めちゃうんで、これだとちょっと厳しいんで、もうちょっとだけこの当たり始めを調整してあげます。ちょっとリューターでゴリゴリっと削ってきます。はい、タペットプレートを削ってきました。ざっくり、まあここをちょっと丸みをつけてあげて、でここ最初の当たり始めをだけ遅くしてあげる。これもうちょっと本当に遅くしたいんですけどね。まあこれはちょっとやりながら考えるとします。で基本はこの斜めの部分、ここここがこの部分が最後体、ノズルの最後体位置になるんで、できるだけこの位置をいじらない、維持したい。なかなかまあ難しい話で、その辺この最初の当たり位置とこの球弾できる部分の長さ、リリースノズルのこの辺の両立がうまくいかなくて、だいたいタペットプレートで沼ります。そう、この間のハイサイクルを作ろうの時、タペットプレート10本ぐらい犠牲にしてかなり沼りましたね。あとはそうですね、解かなきゃいけないことは、ここの当たり始めの部分なんですけど、本当はこれ直角にしちゃったりすると、これ力がいっぺんにかかってポキっていっちゃうんで、本当は若干丸みをつけてあげた方が本当はいいです。今回はちょっと削りすぎちゃったんで、ただこれで一発で球団初速全部出るかなって言われると正直自信ないです。もう一回開け直して再調整して、まあいい結果になればいいかなぐらいの感じかな。まあとりあえずタペットプレートはこんな感じで、タペットスプリング。今回は入ってきたのがあるんで、タペットに入ってきたのを使うんですけど、だいたいいつも二巻きくらい切ってあげる。スプリングのテンションが強くなると、この最後の戻る時のスピードが上がるんで、ただあんま切りすぎると、今度この前に出ようとする力が強くなりすぎて、結果的に球団が安定しなくなっちゃう。だからちょっとずつ、まあ、切っていく量も攻めていくのが一番いいのかな。今回
とりあえず一回締める段階では切らないでそのまま突っ込んでみますけど。多分お披露目動画として作るときは、もう最終的に加工されたもので出すんで、ちょっとその辺は、まあ、字幕とかで保管します。といったところでした。はい、どうだったでしょう。やっぱタペットプレート調整するのは沼です。何度も失敗します。私も何度も失敗しました。何度も失敗したんで、そのなんとなくで、ある程度のところのサイクルまではなんとなく調整できるようになりましたけど、やっぱ今でもサイクル上げてくると球団と初速のバランスつかめないですね。で、次回なんですけど、あのお披露目動画の時に初速が垂れちゃったんで、その辺をちょっと調整していこうと思います。もうこれは本編と関係なくおまけ動画みたいな形になっちゃうんですけど、それも見てもらえればと思います。はい、というわけで今回はこの辺で、また見てください。バイバーイ。どうも、猫です。どうも、サメです。ご主人がちょっと解説し忘れちゃったことがあるってことで、代わりに解説します。今回球上がりに大きく関わるタペットプレートの解説をしましたが、大前提の話をしてませんでした。大前提として、よく上がるマガジンと信用できる品質のいい球を使ってください。どんなにタペットプレートの調整を頑張っても、上がりの悪いマガジンやチャンバーと相性が悪いマガジンを使うと、ある程度のサイクルまでは追いついても、サイクルを上げると上がらなくなってきます。ご主人もいろんなマガジンを試してるみたいですが、未だに最適解が見つけられてないようです。次に、信用できる品質のいい球についてですが、安い怪しい球は詰まります。また、保存状態の良くないバイオ弾も形状が悪くなってて、やっぱり詰まります。玉詰まりは故障にもつながるんで、信用できる品質のいい玉を使ってあげてください。ご主人は基本丸い G&G ギャロップ以外の玉は使わないみたいです。一部チャンバーと相性が悪い玉もあるんで、今あげた玉もダメだなと思ったら使わない方がいいですね。でも、このメーカーの玉はいけるって確信が持てるなら使っていいと思います。ご主人はフィールドで買った玉が中華のクソ玉で、一日玉が上がらないって嘆いてたことがありました。補足はここまで。また見てください。バイバイ。